はい、こんにちは、アト TV マッサーワールドマッサーアトチャンネルのマッサーアトです。今日は、10月の27日ですね、死の日、礼拝が終わって、いつもの課題としています、駐車場の、車内で撮ってますけど、コメントをコメント、そして賛美練習3曲とついてデイリー、課題としてデイブレッドを読んで、その後、今日はエレミア書1章を読むかと思ってますけど、頑張って、投稿してますけど、お祈り頑張ってます。お祈りいたします。天の神様、この投稿も主に栄光と誉れを期して、このものを神様に導いてください。思いと唇を清めてください。感謝して、私たちの個人的な救い主、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、お祈りが1分長くなりましたけど、今日のデイリーブレッドの題は、路上チームの一員という題で、聖書の言葉の箇所がマルコの福音書2章の13節から17節、テーマの聖句がマルコの福音書2章の17節、私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。マルコの福音書2章の17節。はい、では、本題のエッセイに入っていきます。路上チームの一員、サンフランシスコ市の保健所職員は、麻薬依存症に苦しむ路上生活者に薬を提供するために町に出ていきます。この活動はホームレスの薬物乱用者が増加したことを受けて始まりました。通常患者が診察所にやってきます。しかし、医療従事者の方から患者のもとに、出向くことで、患者側のハードルを下げています。患者は、交通手段の確保をしたり、予約を忘れないように努力したりしなくても良いのです。医師や、看護師が助けの必要な人々のところに出向くというのは、イエスが私たちのところに来てくださったことを思い出させます。イエスは当時の宗教指導者たちが無視していた人々、つまり、主税人や罪人を探し出し、一緒に食事をされました。マルコの福音書2章の16節、そしてその理由を尋ねると、医者を必要とするのは、丈夫なものではなく病人ですと答えられました。17節、自分もまた病人で医者を必要としていると気づくなら、私たちは主税人や罪人と共に食事をしてくださったイエスの気持ちに深い考えを覚えます。ローマ人の手紙3章20節、そのイエスに応答しましょう。サンフランシスコの医師看護師のように、私たちはイエスの救いが必要な人たちのもとに救いのメッセージを届ける路上チームの一員に任命されました。キャスティングホールディングス。イエスはどのようにあなたを追い求め見つめてくださいましたか。あなたは誰にイエスの癒しを届けられるでしょう。主よ、私の置かれた状況の中で私に出会ってくださり感謝いたします。感謝です。アーメンです。本当に、いろいろな、この、まず、そうですね、大変ですね。いろいろな、私たちは住んでるところは日本ですけど、アメリカのサンフランシスコ市の保健所職員、麻薬依存症に住む人、誰しも、自分からと思いますけど、私たちは、本当に罪人で、本当に好きな勝手なそういうことですけど、イエス様のその、私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですという、マルコの福音書2章17節に、神様感謝いたします。自分を律して、訓練して、成功して、どうでしょうかね。はい、善人、生まれながらにもう、ほとんど失敗や過ちなくて品性法性で立派なという方も中にはもう、あるかも分かりませんけど、でも神様の目から見れば、私たちは本当にちっぽけな存在に過ぎませんので、完全な方であるイエス様に感謝いたします。
そのイエス様が私たちの、まあ、その神様、その原点である本当にイエス様が、私たちのためにその一人子をイエス様を送りくださったこと、この世に減りくさって神の一人子が私人間となれたことを心で感謝いたします。そういう、まあ、状況に置かれたもがく多分それぞれの魂を好き好んでホームレスになった、まあ、いろいろな事情があってホームレスに、また、麻薬依存症に苦しむ、誰しもその弱さ、私が持つ人間の弱さのゆえにそういう状況に陥ったかも分かりませんけど、まあ、そういう、まあ、行政が、まあ、保健所職員がそういう、まあ、治療を出向いてすることをもう第二にイエス様は私たちに、このように、私人間は、まあ、滅ばされて神様の前に立てないものですけど、神様が立ててくださったことを、まあ、ふと思いましたけど、まあ私自身も今、まあ、霊的に良くないというか、まあ、辛い時期ですので、こういうことを神様が共にいて、私とに謝ってくださることを神様感謝いたします。まあ、ちょっともう、ちょっと軽薄な、まあ、中身のないデリベートになりましたけど、私自身この神様はイエスはどのようにあなたを追い求め見つけてくださいましたが、あなた誰にイエスの癒しを届けられるでしょう。主よ、私の置かれた状況の中で私に出会ってくださり感謝いたします。本当に、まあ、何もかもできるときは、調子のいいときは、まあ、そうですね、本当に、まあ、体調も整って、まあ、自分のスケジュール通り思いに行って、まあ、元気で、思うように行けたら、まあまあ、そのような能力もあって、まあ、仕事も失敗せずに、健康も家族もあって、でもそれぞれ年老いて、もう私たち、まあ、私も59になりましたけど、肉体が、落ちていきますね、この体を朽ちますね、まあ、80、90、まあ、いくつまでいくか分かりませんけど、神様感謝いたします。まあ、私たちまた自分を種上げて他人を責めるものですけど、アダムとイブじゃないですけど、自分を貯めて、アダムがイブに、イブがくれたからっていうか、善悪の木の実、そんなものですね。まあ、他人に、自分には優しくて他人には厳しい、なんかそんな、気もしますけど、イエス様がその、まあ、へりくだって神様がその一人ごとしてくださっていることを、この私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。私たちも罪人でした。その罪人に二十歳の時に見出されたことを神様感謝いたします。本当に神様の愛、まあ、優しいだけじゃなくて、まあ、叱責と厳しい道、呼ぶ気じゃないですけど、神様この状況に置かれても、まあ、ノックダウンされてもノックアウトされることないと、まあまあ、それは甘いかも分かりませんけど、まあ、そういう、まあ、一クリスチャンが今日レイリブルと呼んで今日の路上チームの一員を見てということを述べました。まあ、もう8分過ぎましたけど、こんな感じで今日の御言葉、聖書の言葉、マルコの福音書2章の13節から17節、特にテーマ、マルコの福音書2章の17節、私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。イエス様は私も招いてください。私のために尊い血を流されたことも覚えて感謝します。アーメンです。はい、デブル運命でした。まあ、こんな感じですね。はい、では最後にお祈りいたします。天の神様、今日の主の日、デイリーブレッド路上チームの一員、その御言葉、私は正しい人を招くためでなく罪人を招くために来たのです。御言葉を神様感謝です。アーメンです。この祈り、イエス様に感謝して、この祈りをイエス様に感謝して、アーメン。はい、イエス様に感謝いたします。アーメン。はい、ちょっと取り留めないデイリーブレッド運命となりましたけど、以上です。はい、また失礼しました。以上です。はい。